こいい。かっこいいんだよね。どこまででも歩いてやるよ。これすごいわ。マジで。面白い。何これ。みんなが剥離分かったわ俺。あ、まゆちゃんさ、スニーカー、まゆちゃんに電話してる。アルフィーチャンネル。今日はチャンサカお買い物クラブでございます。チャンサカお買い物クラブ。チャンサカさん。久しぶりっすね。ちょっと大きめの買い物。はい。ちょっといいものを買うぞと。いいものを買うぞ。何をお買い求めになるんでしょうか。カーフォー。ベタ。カーフォーのネオネオ。カースに。これはね。はい。先行かれたなですね。あ、本当っすか。いや、平子さんもちょっと興味あったらマジで。一回ロケで足通したのかな。あ、本当っすか。どうだった。あのね、はい、履いてね。マジで。じゃそれ体験したいのよね俺。履く前より軽かったのよ。いやうわいやよく見るんだよな。見るんだよね。かっこいいな。かっこいいよね。お願いします。はい、よろしくお願いさせていただきます。お願いします。お願いします。ホコ履かれるのは初めてですか。初めてです。 初めてです、はい、ありがとうございます。一応結構ホコで王道な形がこちらのクリフトンっていう形、はい、これがクリフトか。あ、そうです。クリフトンという形になってまして、うんうん、クリフトン今8という8代目になっております。うん、はい、結構クリフトンと同じような形で悩まれる方が多いのこちらボンダイという形になります。見るな。ボンダイ、はい、はいはいはい、こちらもボンダイ8で結構ランニングで使用されることが多いですね。こちら2点とも。うん、より長距離動きたいっていう方はボンダイ、はい、ボンダイ。待ち履きでもいけるの。はい、ご利用いただけます。どっちも行けますか。どちらも行けます。あれ、錦鯉の長谷川さんモデルってどれだっけ。ね、モデルじゃないけど、履いてたのどっちだったの。この辺だね、真っ黒な、ね、楽屋でさ、ツバ飛ばしながら俺らにおすすめしてきてこれ驚くよ。そう、ほんとそうなんだよね。持ってね。結構芸人さんもいるんだよな、この真っ黒。持ったことない人、最初持ってびっくりするもんね。いや、ほんとちょっと重めそう、ね、そうそう、重そうだなって最初思うからさ、見た感じがね。これ持つ前より軽いんだもんな。いや、ちょっとよくわかんないな、これ。マイナスになるのがよく。いや、すごい。一応グラム数とかも記載があるんですけど、こちらの方に一応この W20250g っていう。マジで。はい、数字が書いてある。家系ラーメンの大盛りぐらいですよ、麺で多分。しかもしれない。そっか。スープ抜き。スープ抜き。具も抜いた重さだ。製麺所にもこだわって。そうですね。そうですね。そうですね。じゃないですか。そうですね。じゃないですか。ちょっと見たことないやつも。なんだこれ。こちらが一応、まあ、こちらから紹介させていただくと、こちらがライフスタイルのオフィスになってまして、 あちらはそうなんだ。あちらはランニングで使用できるんですけれども、こちらは普段使いのみのになってて、じゃあスウェードなので、かっこいい、はい、かっこいい。アパレルのさ、ちゃんちゃきのあんちゃんがさ、はい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 、足元で抜き作るんだよね。これでかっこいいな。これなんだろうって思うとこれだったりするんだよね。こちらがそうですね、サンダルで。いますね、履いてる人ね。リカバリーのサンダルって言って、はい、ランニングをされた後に足を回復させるために、リカバリーするために履くような。どういうこと？オフィスになってて。何？でもあれですよね、まずは黙ったら一回履いてみろって話ですね。まあそうですよね。結構履いていただいた方が。履いてもいいですか、一回。はい、ぜひ気になるお品物ございます。え、一番じゃあオーソドックスなのが、このクリフトンとボンダイなんですけど、ボンダイの方クッション性がより良いので。ボンダイ入ってみていいですか。はい、かしこまりました。はい、じゃあ真っ黒のやつ。真っ黒のやつです、はい、よかったらサイズをお測りできるんですけど、測ってみますか。はい、真っ黒ですか。え、いや真っ黒の長谷川さんモデルでいいんじゃない。え、なんで遊ばないですか。いや、一旦履くだけなんで、ちょっとベーシックなやつ一旦履いてみてもいい。ここ見ようと思うんだよ。これもさ、だからさ、俺らって良くないのよ、はい、葬式からなの、いつもコーディネートがいつも合うじゃん。うん、そしたら、うん、そろそろさ、いいけどな、足元かますっていうのもさ。なるほどね。白と黒しかないでしょ。ちょっと履いてみようかな。一回履いてみましょうよ。これでもいいですか。こちらでかしこまりました。エッグ&ピース。よかったらぜひこちらに、はい、乗っていただいて、はい、ここでいいですか。はい、はい、ズボンの裾をまくり上げていただきますと測りやすくなります、はいはい、ありがとうございます。
それでもできるんですか。はい、で測らせていただきます。いやいや、なんすか、大丈夫ですか。いや大丈夫だってこんなもんよ、ダンサー。このような形で 6.5 っていうあれを認識でいたよ。一応実寸としては25ですね。はい、うわ違う、持ってた。いや違う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 、ちっちゃ足、ちょっと待って、俺足のサイズ持ってる足つもりなかったんだよ。一応今ご覧いただいたボンダイという形になりますと、うわすげえ、こちらですね、26センチのワイドサイズがおすすめ。はい、おすすめになります。はい、足のサイズ持ってる方って少なくないですか。少ないですよ、思ったより。あ、小さいんだみたいな感じの方もいらっしゃるんですか。そうですね、結構大きめでゆとりを持って履いてる方が多かったりするので、はい。お、来た、お待たせいたしました。俺初めて履くわ。そっか、初です。ありがとうございます。ずっと履きたかったんですよ、俺。すみません。じゃあこっち短くないですか。だってお姉さん、すみません失礼しました。足は小さいわ、紐結べねえわ。あ、すみません。人上手に突っ込むことしかできないのか。褒めてるのこれ。さあ、おお、あ、履きやす、歩き足、あ、すげえ、すごいよ。すごいよ、店員さん知ってんだよ。すげえ、何これ、今までない感覚だ。あ、確かにこれクッション性すごいし、はい、色いいけどね。いや、すごいわ、なんだこれ。全然聞いてねえね。今までにないぞ、この色。ちょっと待って、見て鏡見て、色すごい、色見ろって。色の感想言え、圧倒的だぞこれ。色の感想言ってよ、これ似合うから一回、うん、一回見てよ。いや、これすごいわマジで面白い。何これ宮下のテスラ乗った時ぐらいすっすいと。めっちゃ行くじゃんなるほど、履くテスラだ。つま先の傾斜がかなり上がった形状になってまして、はいはい、重心が前に移動するので、そういった意味で足運びがかなり自然に。そう、あ、そうです、はい、なるほどね、はい、はいはいはい、すげえ、すげえの分かりました。ありがとうございます。みんなが剥離分かったわ俺。ありがとうございます。なるほどな。あとはもうお色味、ちょっとどうしよう、ちょっと、まあ、そうですね、モデルもまた他のモデルもありますし、ガチで選ぼう。今の何でしたっけ。ボンダイです。ボンダイか、ボンダイか、ボンダイですと、あと4色なので、まあ、こちらのお色味になりますね。こちらがクリフト、こちらはランニングでも使用できるクリフトンで、うん、こちらが普段使いのクリフトンなので、ランニングをあまりしない方とかでしたら、こちらとかでも全然、結構クッション柔らかい作りになっているので、うん、かかととかも結構衝撃吸収性に優れてて疲れにくいです。やっべえ、どうしよう、マジか。履かないと分かんないですからね。ちょっと履かないと、はい、2つぐらい出してもらえば、はい、いいですか、ちょっと、ね、はい、ぜひ、よかったらクリフトンで比べてみますか、うん、あ、そうですね、はい、はい、お色味は、じゃあ一番上のこの白いやつ、かしこまりました、はい、はい、あちらも白で大丈夫、はい、大丈夫です、白でかしこまりました、はい、よかったら、ちょっと履いてみよう、はい、お受けになってお待ちください。いや、初めて開くとびっくりですよね。いや、すごい、俺あれかな、なんロケでね、あれで履いたんだ、キャインさんの笑い一緒に出た、あ、うん、模試ツアー、模試ツアー、そうそう、模試ツアーでね、一瞬履いたんだけどね、ちょっと時間がなくて。すみません、今スポーツ用のあちらのランニングで使用できるクリフトンの方が、ちょっと白がワイドサイズなかったので、はいはい、黒でお持ちしました、はい、はい、します。うわ、軽いな、あ、すげえな、これもう、はい、フィットするな、かなりフィット感が、はい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 、ありますね。まとわりつくね、靴が健太に。あ、まあまあ、ね、落ち着きはするんだけど、わかりやすいよな、はいはい、うわ、これはこれでいいな。あ、まあまあね、黒だから、持ってる服に、まあ、全体に合うっていうか、合わせやすさはあるかもしれない。近いの何なんですか、近くないですか、ずっと見てたいじゃん。いや、見てたいのは分かるけど、はいはい、いい、めちゃくちゃいい、これも、そうですね、はい、結構黒も合わせやすいカラーに上がってきますね、はいはいはい、あ、
履き心地はどっちもすごいね。あ、これもかわいい。なるほど、チャンサカモデルだ。ちょっと確かに今までのやつとはちょっと違いますね。だって今までのやつと違いますもんね。はい、素材が結構変わってきます。なんていうの、この待ち履きに特化してるっていうか。そうですね、はい、これからの時期とかもすごい使用しやすい素材感になってくると思います、はいはいはい、なるほど。結構意外と陰影ついてくれるから地味じゃないね、全然ね、うん、あーあーい、不正な。あーでもいいな、素材感がすごくいい、履きやすい、これも、うん、また違うんよ、さっきのとは。近くないですだからすんげー近いんですよめっちゃ怒られた。ちょっと待って、やばい、マジでどうしよう。これもいいっす、めちゃくちゃいい。かなり履きやすいです。履きやすい、はい、これ捨ててくるか、もういらねえだろ歩き方が。いや、ダメだ、ダメだって、それそれダメなのよ、捨てたらそれも履くから難しい、むずっかな、やっぱりこんなの黒か。あ、似合っちゃうけどな、本当になんで黒避けさせる。いやいや、違う、本当に本当にダパンプの現場なんか行ったら自分地味だななんて思うでしょ。それ思います、キラキラしますから、ね、あいつらは。だからさ、もう足元であいつらに見せつけてやるっていうかさ。この間 TMC 行ったらさ、はい、お前の楽屋あったわいや、ありましたね、確かにピクンってなって黒履いてもいいですか。はい、かしこまりました、はい、サイズをお持ちしますので。いいですか、すいません、もうこれで決めます。はい、かしこまりました。早く決めよう。え、なんですか、なんですか、何。違う、素晴らしいよな。ちょっとモンベの黒がちょうどサイズなくて。あ、これは運命だね、これは運命。こういう時、俺こういうの信じるタイプだから。定めだ、やめよう、じゃあ定め、黒なし、それの黒なしね。いいですか、定め。おー、面白い気持ち悪いなやめよう、やめよう。じゃあちょっともう一回履いてもいいですか。じゃあそれ、かしこまりました。あ、まゆちゃんさ、スニーカー、え、まゆちゃんに電話してる。ナイキ以外のスニーカーのサイズだといつも何センチ履いてんの。まゆちゃんって足の甲広いっけ。まゆちゃんにすげえ効くじゃん。うん、うん、はい、じゃあね。ナイキ24.5、はい、でニューバランスだと24ぐらいは履いてて、はい、幅はちょっと広めなんですよね。あ、真由美のサイズですけど真由美を認識してないんですか、まず。俺のじゃなくて、俺のじゃなくて真由美のサイズなんですけど、これ可愛いね。こちらが他で一番軽いお靴かな。そう、これ W の176、ちなみにそちらが今月に入って入荷した新色になってます。そうなんだ、はい。こういうのもね、可愛いよね、女の子ね。可愛いな、これすっげえ。僕、これでこちらで、はい、決まりました、はい、ありがとうございます。ラッピングもしましょう、はい、ラッピングもあ、できますできます、はい、お願いします。いや、可愛いんだもん、これやっぱり、ほら、お買い物行ってくれたりするし、重い荷物とかもあるから、ぐじぐじうん、くちゃ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 。これがさ、問題がなかったのか。誰に聞いてんのあれ、誰に聞いてんので、今俺これ誰に聞いてんの、誰これ。これもいい、クリフトンだっけ。え、誰これ。あ、これエブリデイの竹内え、ごめん、エブリデイオートプロの。こいつおしゃれなの。こいつね、めっちゃおしゃれなんですよ。聞くぐらいおしゃれだから。俺に聞けってなんかこういうやつってさ、なんかおしゃれこじらせたやつって実はおしゃれじゃないみたいなところお前そうなの。俺もお前のことおしゃれだって信じてきたけど。マジで。で、俺が勧めてる。ちょっと竹内、これ平子さんも勧めてるのこれ。これちょっとスポーツ感強すぎる。こいつ理屈ばっかり喋りやがってどうだ、ちょっと街っぽい感じの方がいいよね。そうですね、店を買いに行ったら餌台さん、その結構黒っぽいやつとか多い気がするんで。うん、あれだって言えるじゃん。全員言えること言ってるよ。キレキレキレ。白か、これの白か黒でいい。そうです、僕は。え、なんで切んの全員言えること言ってるじゃん。
酒井さんさ、シンプルだから白か黒が誰でも言えるじゃん。いや、まあそうっすけど。仕事何やってんだっけお前。いや、エンターテイナー。じゃあエンターテイナー、エンターテイメントカラーこんだけ揃ってんだぜ。まあどっち信じるかだね。俺信じるか、エブリィ竹内信じるかで今後のコンビ間の流れってのが出来上がるんじゃない。楽しみだわこんなぐらいでも靴腹とか言われるのかな俺の出方によってですよ、それはそういうもんですから緑とこれで遊ぶっていうのはあるよね。遊びすぎてない、ちょっとそれさすがに遊びすぎてますよ、それは。2色で行くって俺もう決めたからさ。え、もう買ってんすか。もう買うよ。早っ。エブリィ、エブリィ竹内信じるか、これにしよう。まさか、はい、あれでも試せるみたいな。え、どれ。ランニングマシン。ああいいじゃん。いや、待ち履きだから別にさ、汗かいて俺走るつもりない。一回いいですか。これか。すごいもん、これでもフィット感とか。いや、圧すげえな。もうやめないと、もうすげえ待ってるじゃん。いやいや、もういいよ、いいや、いいや、もう待ってるから、待ってるからいいや、もう待ってるからいいや。いつかじゃないっすよいつかじゃないでしょ。いや、ちょっと白も気になるけどこれにしよう。こちらで、はい、かしこまりました。決まった。どこまででも歩いてやるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、はい、ありがとうございます。アメックスって使えますか。はい、ご利用いただきます。絶対使えるでしょ、アメックス。これプレゼントもらう側テンションめっちゃ上がんない。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まゆみさんへのプレゼントと、自分自分へのいい、ね、テンション上がんねえ、なんかね。うん、お顔ねおね一生履きます。この状態で軽いもんね。いや、ほんと別のところで買うスニーカーとはやっぱ違うわ。全然違う。いいもんすね。ありがとうございます。はい、皆さんもぜひぜひ試し履きしてみてください、はい、めっちゃ面白いやん。誰か平子さんもしんどそうみたいなこと言ってた。誰が言ってた。チャンネル登録よろしくね。